岩井まさか YouTube からお送りしている週刊ウニュです。よろしくお願いします。そして、三好さんです。よろしああ、く。はい。よろしくお願いします。で、またなんかネタを出してくれる。そうですよろしね。くお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、昔、こういう模様を描いたことがあって、ああ。なんかこうね、川が二つ流れてるみたいな感じですけど、これ実は、長う方形が、いっぱい重なってるよと思ってもよくて、ん。右斜めに倒れた長方形と左斜めに倒れた長方形があって、それがいっぱい重なってると。ほう。ああ、その、う、あ、うっすらじゃないけど、まあ、いくらか書いてある、線とは一致してるってことね。そうですね。そこの、なんつうんですか、筋の。SG の 右左にある点とは、なんか、一致してるわけね。そうですね。まあ、長方形の枠長で。方形の縁がこういう長方あ、形。そうです、そうですね。あ、なるほどね。なるほここは長方形の縁が見えてて、ここは隠れてるとど。あ、なるほいど。う感じに。なるほど。これは、正方形のやつの変形といえば変形というかなんていうかです。はい。なんですけど、こいつは実は、この同じ形の長方形をずらしていくだけではアニメにできないことがわかりまして、アニメにできない。長方形の形が変わっちゃうんですね。だいたい極ああ。限まで行くと、これ正方形から始まって、だんだん細長い長方形になってリアル紙ではダメってことなんですか？る。そうなんか。そう。アニメ？ある種のアニメをしようとするとってそうことそう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 。ですか？で、まあ最初この長方形の説明からすると、直角三角形がありまして、直角三角形があります。まあこの辺で説明した方がいいかな。直角三角形があっありて、ます。それを反転させて回してここにくっつける。つける、同じ合同ね。合同合が同4つな。になりそうはな。い。合同四つで長方形ができる。で、ここ二つは、削っちゃって、こういう形を作るわけですね。S 字の。それを重ねていくと、まあ、こんな風に模様ができると。なるほどね。で、ここそから、の、最初の直角三角形を変えると、別の なるほどね。模様になるという、こういう感じなんですね。なんかこの白赤の敷き詰めは、なんか敷き詰めの時の、ちょっと難しい敷き詰めに出てくる、よく出てくるパターンかもしれない。急には思いつかないけど、まあ、ちっと考えてた、これも、とかよく出てくるやつ。なんか最初の模様どこかで見たのか自分で描いたのかよくは覚えてないんですけど。本当のメモってことですか？最初のこれね。ああ。それはある種あれですよね。なんつうの、左右にジグザグ線を並べたと思うとただそうでも大丈夫。まあまあ、そうそうそう。そういう模様結構いっぱいあるんですけどね。なんか。ああ、そうだ。並べたやつ。まあ、それで、眺めてみると敷き詰めになって。これはアニメとしてはどうしますか？そうですじゃあ、ね。まあ、あんまり、なんだ、長方形を残してもしょうがないかも。だとすると、まあ、シャーって書けばいいんで、とりあえずすぐできますんで。だから、この、なんか、これがまっすぐになってた方がいい気がしますね。今すっごい細いから見えないけど。まっすぐ。何がまっすぐ？並びが？並びの中心がまっすぐ？あ、そうですか。まあ、それは、
それはいくらでもできるですね。ああ、なんだこれは。あ、こっちじゃダメなんだ。これで。つまり S が回転する意味ね、ちょっとね。そうそう。まあ。赤 S と白 S は平行なんか、結局。あ、そう、平行ではあるのか。で、あと、まあ、サイズもちょっとこの、決めにくいと思うので。あ、そうなんですか。同面積にするとか。そう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 。長方形が同面積とかにすると、ちょうどいいかなと思うんですけど、ちょっと計算めんどくさいかもしれない。まあ、それはコンピューターがやるんで。まあ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 。まあまあですね。はい。で、逆算すればいいんだろう。長方形。いいのかな。逆算して縮小を決めればそれでいいけど。でもまあ、どこが点が一致するかはポイントかな。うん、縦横が、縦横が変わっちゃうと、面積比一定だとかえってなんていうか、軸が、平行線がずれるかもしれない。うん。白いののこうやって、白いのの中心を通るみたいな、歪んだ。面積を一定にすると、形が違うと平行線は幅が変わるかもしれない。平行線の幅を一転しとく手もあるね。うん。うん、その手もあります。ええ、平行線一転の方が安定はしていくね、きっとね。まあ最後ぺったんこになるところでビャーンってなる気はしますけど、まあ。ビャーンってなりますか。うん、まあ、どの道ビャーンとはなるんですか、ね、どの道どっかが歪むよね。うん。縦横と面積を、あ、一緒にキープはできない。うん。はず。と、いうことで、まあ、やりやすい方法で。はい。まあ、S は、で今回のは、つまり S 字を書けばいい。そうですね。まあ、紙の縁が長方形ですよって示す、まあ、どっちでもいいんですけど。意味合いが、うん、まあ、あってもいいけどね。うん。やりやすい方で。はい、わかりました。はい。じゃあ、こんなとこですかね。はい、どうもありがとう。はい、はい。まだこれもう、シュクシュクと。はい。結構たくさんあるから。ああ、まあまあね。まあ結局、習慣運用にしてるけどね。まあまあ、最大週1ぐらいかな。まあ、何年か。まあちょっとそうですね。まあ、ご覧の皆さんは、チャンネル登録をよろしくお願いします。ということで。じゃあまた、よろしくお願いします。はい。